今回関西行こうと思った理由がいくつかあって、まああんまりねそればっかりになっちゃうと相手に悪いなと思ったんですけど、ゴンさんっていうね、ゴンパワーさんっていう、まあご家族、奥さんとか娘さんとかみんなバイクタンデムしたり、あの娘さんたちが乗ったりとかしてね、家族ツーリングとかをよくされて YouTube にもアップされてる方なんですけど、バイク前からね、あの Twitter とかでもよくしていただいてて、ね、お世話になってるっていうか、バイクのこととか分かんないことがあると結構スッと教えてくれるっていうか、つかず離れずがすごくちょうどいいっていうかね、あんまベタベタしすぎてもめんどくさいじゃないですか。だけどそういうわけでもなく、困った時にスッとこう教えてくださるっていうか。で、俺がこのバイク、ホンダの GL500 っていうバイク買った時に、いいバイクですよと、日本が誇るエンジンだみたいな、あの個性的なバイクだみたいな感じでね、で若い時に憧れたバイクですと、乗りたかった憧れのバイクですって言ってくださったんですよ。でその後もね、特にそれまでももちろんそうだったんだけど、 GL500 を買ってからよりねこう気にかけてくださるようになったというか、あって、その GL500 っていう 500cc の方は結構かなり珍しくて、今から40年ぐらい前のバイクだから、今乗ってる人なんてまあいないですよね。昔乗ってたよって人もあんまりいないんですよ。400の方はたまにいても、500の方はあんまりいない、いたとしても昔、今現在この40年ぐらい経った今、 GL500 に乗ってる人そんなにいなそうなんで、多分ゴンさんがの身の回りでいるかいないかわからないですけど、そうそういないと思うんですよね。でたまたまなんだかんだのきっかけで俺がやり取りしてて手に入れたんだったら乗っていただきたいじゃないですか。チャンスがあれば全然乗ってくださいって感じじゃないですか、俺からするとね。むしろ乗ってほしいって感じ。だからそのために来たって言ったらちょっとゴンさんが重たく感じちゃうけど、プレッシャー感じさせてしまうとあれなんですけど、他にもね、俺がツイッターで普段と一緒な、ツイッターでも俺普段とあんま変わんないから、ふざけんなポケって感じでたまになるんですよ。クソがポケが荒れる時があるんだけど、どれだけバカにされ、よくわかんないやつにバカにされようが俺はずっと貫いたんですね、自分のスタイルを。そしたらこう奇跡的なことが起きて結果を出したんですよ。その時に売れすぎて、俺は見たかポケがって、俺は行動したぜ、貫いたぜっつって、最高だぜみたいな感じでツイッターで荒れてたんですよ。喜びの方だけど、俺は叫びながらバイクで走るよ今夜はとか言ってやってたら、ゴンさんがね、俺も若い頃はそうやったみたいな、思いっきり叫んだらええみたいな感じでそうツイートしてくださったんですよ。そうだった、あれがね、なんか俺はすごく孤軍奮闘してたから、じっとこう言葉に出さずにずっと貫いてたんで、達成した時にそうやって言ってくれたのがすごく嬉しくて、そういうのもあってすごくこう魂を感じるっていうかね、時々男と魂のやり取りした間柄の中にごまかしとか照れはなし、乗ってもらいたい、俺が乗ってもらいたいと思って来てるだけって感じなんで、ゴールデンウィークとかでもよかったんだけど、なんせ1970年代のバイクだから、いつ調子悪くなるか分かんないからさ、調子がいい今のうちにね乗ってもらおうと思って、こんだけ遠出いつまでできるか分かんないから、この古いバイクで今絶好調だけど、うわ混んでる、絶賛遅刻してるところですわざとじゃないっていうか、普通に来てるんだけど遅れちゃってるってしょうがないです。これ違ったらどうしよう。たまになあるんだよな、 Google で調べてきたら、あーあったあった、カフェリトルパイン、
ございました。着きました。遅くなってすいません。はじめまして。はじめまして。遅くなりました。はじめまして。いやところがもうダダゴミって。すごい。あ、普段はそういうことだったの。もう空いてるけどな、普通はな。ずっと見てる。すごいな。これがな、こんな感じですけど、ちょっとエンジン、あ、いや、これすっげえ。なんですかこれ。あ、すっげえ。足ここ、そうそうそう、か、怖くないですかこれ。いや、もうこれ乗り出したら逆にあの小さい。あ、そうですか。起こしていいですか。もうやって。重っ。重たいよ。怖で、はい、E がこれで、はい、でクラッチ握っての向きやから、はい、これ、あ、それ。おお、うわ、怖っ。このこれでもうこんなですか。俺これ乗れないですよ、こんなの。ほぼ走る時は、はい、離すだけ。ああ、アンクラだけで動き出したら開ける。で、まずこの足のこれが、慣れんとな。あ、怖いっすね。そう、慣れたらもうずっとこれでいけるかな。怖っ。リージャーが長いから、もう小さい人やったらこれやから。あー、すっごいですこの、うん、すげえ。これピストン1個 900cc やもん。あ、そうなんすか。 EZ と一緒やん。あ、1800だから。そうそう、1個900。いや、2個。900が1個。すげえ。あの重いバイクでしかタンデムして。そうそう。この辺が。後ろから見たらやっぱいいっすね。奥さんが華奢だから、またあのでかいバイクにまたがってる感じが逆にいいですよね。仲いいですね。ゴンさんがご馳走してくださいました。すいませんって感じです。美味しかったです。お土産にお菓子いただいちゃって、しかもあのお土産のそのお菓子とあのそれを包む袋もちゃんと雨が降っても溶けないような素材のやつ、しかもネットもあの荷物になっちゃうからってことで、バイクに荷物をくくりつけるネットまで用意してもらったって。
で念のためタイラップっていう結束バンドも仕込んであって、もう完璧の用意をしていただいちゃって、もう本当に何から何までお世話になってますよ本当。でいろいろバイクの話したり、まあバイクの話か全部奥さんもご家族の話とかね、娘さんとか奥さんとか、あとまあ動画の話とかねしたんだけど、楽しく過ごしましたよ。結構長いしたんじゃないかな、なってきたなと思う。あばい、俺ゴンさんに乗ってもらってないなくね、ちょっと乗っただけですよゴンさんに。その辺もっとかっ飛ばしてほしかったのに、かっ飛ばすって言ったらあれだけど、普通にもっとカーッとねスピード出してもらいたかったのに、ほんのちょっと前進しただけですよ。だけどもうそれでわかるってさすがだよ本当に、バイク野郎、スーパーバイク野郎ですからね。もうちょっとエンジンかけて聞けばわかるって、なんかピストンの音がどうこうしてましたよ。そういうねコアな話もいろいろしてもらいましたよ。お墨付き太鼓判もらった、丈夫だと、ピストンもいい感じだって。ぶっ飛ばしてもらえなかったですねその辺乗ってきてもらえなかったですねこれはこれで下手にあの照明が乗らこない電気が全然ええわ、絶好調、絶好調、太鼓判ゴン印渋い、あーかっけえ、そしてなんか寂しい、あれなんか寂しいぞ。そういえば俺ソロツーリングだったわ、なんか寂しいな、こんなね取るに足らないやつをね気にかけていただいて、初めの印象から今の印象全くブレることなく変わらないね、優しい。最後の別れ際聞きました、エンジンはもう大丈夫って、最後の別れの直前まで俺のバイクのこと、奥さんも緩くてねウフフフって可愛らしい方でしたよ。私ちょっと抜けてるからってよく頭ポンポンされて、なんとか大丈夫かって言われるんだみたいなこと、聞こえてますかって言われるって、なんかいいな多いと思っていいですね、わざわざ時間を割いていただいてありがとうございました。お菓子なんとかの、ま、マドレーヌかなんかっておっしゃってたんで、マドレーヌ大好きだから、荷物になるからって言われたら俺もう最悪今すぐ全部食えるから、無理してとかじゃなくて大好きがゆえに全部ペロッと食えちゃうんだよ。もう今すぐ、本当は今すぐ食いたいんですよ実は。だけど今すぐ食うとがっついてるみたいになるじゃないですか大人としてね。俺もで1個食ったら2個食いたいですし、2個食ったら3個食いたい。俺お菓子とかお菓子ちょっといっぱい買ってこようとか何個かまとめ、それなりにまとめて買ったりするんですけど、何日間かまとめてねとか思ってまとめて買ったのに1日で全部食っちゃうから、だから今開けたら全部食っちゃいそうだし、もし全部食っちゃったら、ああレイちゃん私たちが開けたから気使って頑張って張り切って食べちゃってって思われたら嫌じゃないですか。そうじゃないのに全部食っちゃうたちなのに、いやもっと乗ってほしかったな。問題はこっから何も特に決めてないんだよな今
で地図見てたら、なんかなんとか東大公園みたいなのがあったんですよ。完全にその漢字とロケーションだけ見てね、もうこれいいんじゃないのと思ってクリックしてみたら、地図でなんかレビューみたいなのが書いてあって、文章がね、なんかすごく水が綺麗だって言って、海が綺麗だって書いてあったから行ってみようかなって、走ってる時は一番気持ちいい。俺はでもこれから夜になっちゃうとちょっとね、この辺泊まるとこなさそうだから動かなきゃって感じ。いや、ホテルとか民宿とかあるけど空いてないんですよ、手頃なんて。なんでやっぱ連休なんで、その前にガソリン入れよう。何、日曜日定休日かよ。なぬ食べます。本当は下道で行きたいんだよ俺だって。今みたいな気持ちいい道ドロドロ行きたいんだけど、これを俺はなくしかねないからさ、しっかりポケットに入れようぜ、入れようぜ。うるせえな俺。よし、ゴー、ゴー、ウォー。そっちのセルフのスタンドはレギュラー121円なのに、今すぐそこにあったスタンドは139円だったけど、そして全然関係ないんだけど、なんかよくわかんない、見たことない変な古着屋があったから、ちょっと古着屋行ってみようかなって。変な古着屋さ、あれか、すいません、なんか古着屋っぽくないけどリサイクルショップとも言ってない、古着らしいんですよ。ちょっと行ってみます。さっき仮眠していや、あの高速乗ってね、よし海岸見に行くぞ、夕日が落ちるまでにとか思って、あのまま行けば間に合ったんですよ、ギリギリ。もう眠くてこれダメだと思って、そういえば初日も仕事終わりでサービスエリアで2時間ぐらい寝て起きて出発で、18日もあの梅田のバーガー喫茶でフラットシートのところがなくて、普通のリグライニングのチェアみたいなところで仮眠して、あれも何時間だろうな、2時間3時間ぐらい寝たのかな。まともに寝てないんですよ。それはね、こんだけ不意に稲妻のように眠くなるわと思って、だからビジネスホテル検索して、すげえ安いの見つけたんで予約しました。だから高速2つぐらいしか走ってないです、インター高速で入れたらそこそこ。とりあえずでも古着屋さんが面白そうだったんで、今通りすがりで発見者で行ってきます。後ろにつけたいな。バイクの後ろにつけたら誰も煽ってこないでしょ、やばいやつだなあいつって。こっちの人たちはね、運転は基本的にはね優しいよ、特に三重。和歌山が思ったより荒い。あくまであれですよ、たった1日数時間この辺道路走っただけのやつが適当なこと言ってるっていうことでの発言ですからね。やっぱ大阪がかなり横浜に似てる。でも逆に言うと、その三重とかおとなしくて、和歌山ちょっと若干あれだけど、香ばしさで言うと和歌山がちょっとおって思ったけど、分かんないけどね。ちょっとさっきからちょっと話してるだけなのに何言ってんだって話だけど。あと前も言ったかもしれないけど、大阪とかのこの関西の都会、京都とかね、人
人混みは同じぐらい多かったとしても東京とかと比べて仮に同じだとしても歩くスピードがなんかやっぱ遅いんですよね。なんでだろうと思って、なんでそれだけ都会なのに歩くスピードはその都会的な感じでこうもっと速いだろうなって思ってたから戸惑うんですよね。いつもの感覚で言うとそういうところだとみんなこう歩くの速いんですよ、速いみたいなんですよ。いつもの感覚で人混みが周りにね駅とか歩いてる人がバーっているからそんだけ人がいるとやっぱサクサク歩きたくなるじゃないですか。だから歩こうと思うんだけど前の人たちがすっごいゆっくりだからバーンってなる、なんでそんな遅いんだよって、こんだけ人がいっぱいいるのにってもっと街全体で早く動いてくれよって感じがしちゃうんでどうしてもね。普段の日常生活の街、普通の街中ではそんな感じはしないですよ。人が多い駅とかの行くと例えば渋谷とか横浜駅とか新宿駅とかさ、そういう時とやっぱりねなって、あ、観音式これに慣れないんだよな、この上になんかこの野郎ほらね和歌山嘘ですよ。だってこの丸印があるところにいないと感応しないわけでしょ、センサーが。ね、俺が感応させてる間にあいつが俺よりはるか前に行くっていう、それ納得いかないっすよ。さすが地元の人って感じ。これやっぱねこうピリッとしてる。あ、リトルパインで食べたものの写真撮ってね、やっちまった。まあただ俺食べ物取るとかそういう感覚あんまなくないからさ、全部食べちゃった。もうとっくに解体されてる腹の中で。あっちまったな。でメロンソーダ頼んだ後にクリームソーダがあると知って断然クリームソーダ派なのに、あってなっちゃった。今更メロンソーダじゃなくてやっぱりクリームソーダって言ったらこいつどんだけだよって思われそうで恥ずかしかったからやめた。よっぽどだなって思われるから。Yeah.